ルベンダリオモデルニスモとは、一般にスペイン語圏ラテンアメリカ文学における近代主義運動のこと。ルベンダリオをはじめとする作家たちにより、19世紀後半から20世紀初頭に渡って展開された。モデルニスモに含まれる作家には、ルベンダリオの他に、レオポルドルゴネス、フリオエレイラ・ワイ・ライジグ、フリアンデル・カサール、マヌエル・ゴンサレス・プラダ、アウローラ・カセレス、テルミラ・アグスティニ、 ホセ・エンリケ・ケロドー、そしてダリオに先行し、影響を与えたホセ・マルティラがいる。モデルニスモは、ヨーロッパのロマン主義、象徴主義、そしてとりわけ高等派の流れを組み、それらを混合させたものである。内面の情熱、ビジョン、調和とリズムが、豊かに表現され、様式化された言葉の音楽とも言える。モデルニスモ運動はフィリピンを含む世界のスペイン、五県世界に、 多大な影響を与えた。例えば、スペインの98年世代の中にもその束の間の流行が伺え、それはその中の単美主義と認められるものへの多様な反応とみなされる。ありがとうございます。